お客様で、はい、お願いしたいと思います。それでは、選手中をお願いします。やっぱり綺麗ですね。そうですね、やっぱりもう見せどころになってますし、ね、はい、安心してるみたいです、はい、それでは、はい、行きましょう。お願いします。まずは青コーナー、新幹線じゃない、新大阪から自分で電車で乗ってきた、はい、ベントラリー選手が勝ったと思う方、拍手お願いします。まあまあやっぱりそうだ、はい、いや逆に今日香川県から夜行バスでやってきた店長、うどん屋の店長エッカム選手が勝ったと思う方、拍手お願いします。香川県からお越しいただいて、上に店長ということもありますよね。勝者、うどん県出身エッカム、ありがとうございます。それではね、最後みんな上がってください。選手の皆さん、どうぞ店長のリングの部分上がってください。はい、レフリーもそのまま上がってくださいよ。皆さんどうぞ、はい、リングの部分上がってください。そして西岡選手、サムエル君、早く上がりなさい。中島選手もね、お願いいたします。はい、そして宮島選手もお願いいたします。ジュンジュン選手もどうぞ上がってください。まずは、今日も熱いご声援ありがとうございました。ムエタイショーが盛り上がるのもこの大別来ていただいている皆さんのおかげです。で、次、何時からでしたっけ。15時15分から15時15分からももう一回あります。今のショーよりもっと熱いもの、そして辰徳の歌も聴けますんで、皆さんまた見に来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、正解の皆さんです。